激辛ですよ。くまくんが沖縄から帰ってきました。一体何してたの？ただいま。噂によると毛の量が多すぎて空港で止められたって言われた。じゃあ間に合わなかったんですよ。なんで間に合わなかったの？知らねえよ。お前が遅刻したんだ。こちらの焼きそば激辛マックスエンドですね。なんか他の YouTuber が結構今最近やってるみたいですよね。前に激辛が出たんですよ、ペヤングで。それをさらに凌駕するめちゃくちゃヤバいらしい。僕とクマは辛いの大得意です。辛いという味覚があるのね、ちゃんと。カレーってなるんだけど、辛いのにどんどん食べちゃうみたいな。噂によると辛いの好きでも全員悲鳴あげてるらしいですよ。今日はだからチーズをたくさん用意しました。チーズは辛いのを中和できる。あ、そうなの。っていう感じで作ってまず食べてみて、その後チーズをぶっ込んでみましょう。はい、はい、出来上がりました。なんか別に匂いがものすげえ届くわけじゃないから、そんなめちゃくちゃヤバいかは見た目からは出てない。ただ俺がどれぐらい辛いか見てみよう。楽しみ。匂いが普通だね。あの赤いペヤングと一緒。いただきます。だから感想言ってから二口目言ってくれよ、マジで。全然余裕なんだけど。マジで言ってくれてんの？終わんねえんだけど俺だけ。全然エンドじゃねえ。もっとヤバい想像してたんだけど。あー、全然辛い。全然辛い、全然辛い。超好き。うん、カレちゃん来て。なんだ今のヤックリ、お前。放送禁止だよ今のヤックリ。あよっつってんだよお前。今友達が泊まりに来てるんですよ。こんにちは。辛いの得意ですか？普通です。え、タイちゃん左利きだったの？うん。あ、でも辛いね。後から来るよ。うん、辛い。水、辛いの苦手だったら悲鳴あげるかもしれないね。うん、ソース本当にそんなにヤバい感じには見えないよね。ここにチーズを加えてこの辛さがなくなってタイちゃんが全部食えるかとかでね。全然食わせんだ。だって今俺全部食ってお腹いっぱいになっちゃったし、辛くなくなるわけだし、クマチーズ苦手なわけだし。タイちゃんしかいないんで食べれるの。初出演ですげえ体張らされるっていう。それじゃあ皆さんチーズかけてみます。あー、うわ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 、風でーす。チーズしかない、ほぼ。これチーズじゃない、俺焼きそばどっか行っちゃったじゃん。多分一口目チーズだよ。二口目もチーズだよ。すごいおチーズ。いくよ。うまいの。いやでもうまいだろうね、チーズ好きだったら。これ待って、目で語るな。目で。うまい。マジか。めっちゃうまい。めっちゃうまい。うん、辛さ消えて、あ、でもね、あのチーズ。じゃあチーズはちょっとね。チーズちょっとじゃない、ちゃんと食べなきゃダメ。それはじゃあいらない。子供発動。企画なんだよ。お前それはお前やりすぎだ。無理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 。おチーズじゃねえかよ。チーズだってんの俺。せっかく話やってんだから食べろよ。やだ、あんはやだ。はや、まず最後ベースは最悪ベーシュ。最悪ベーシュなハメで、お前どうなるぞお前。これこれ食べたら賞金500億円。頑張るしかない。はい、どうぞ。あ、食べ物は人間人それぞれ嫌いなものをあるにしてるから、全人間の体の構造と大体一緒なんだよ。ある意味嫌いなものっていうのは先入観があるんだよね。完全に体に合わないものはないんです。だからその先入観を取っ払って好きだと思い込むの。好きな女の子は口にいると思って、口の中に。あー、あ、食べました。いや、うまい。はい。あのね、辛さ抑えられてる。チーズ好きな人だったら全然いける。ちなみにチーズはどれくらい好き？チーズは普通に好き。うん、全部普通でよかったね、この人。すみません、ちょっと一般人の左利きだったの？さっきやったぞ。うるせえ、うるせえ。じゃないんだ、ってチーズだわ。いや、それはね。待って待って、口の中がチーズ臭い、マジやだ。なんか隣で具合悪がられると俺も具合悪くなってる。じゃあ何の行為なの？もうこの辺のチーズの匂い全部出したい人。あっ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 。この動画が面白いと思ったら高評価。今のまずそうな顔が嫌だなと思ったら、ツイッターやってるから来てくれたら嬉しいです。これやってみたいと思ったら低評価。